まずは新型コロナの感染状況です。滋賀県は今日新たに493人の感染を確認したと発表しました。また入院中の2人の死亡も発表されました。続いて週末の感染状況内訳です。おととい5日土曜日は821人、昨日6日日曜日は720人の感染が確認されています。症状は1人の中等症を除き、全員が無症状を含む軽症です。5日には80代と90歳以上の男女4人、6日には80代女性2人の死亡も発表されています。また県は新たに大津市、東近江市の介護関連事業所、彦根市と学校など3カ所を新たなクラスターとして認定しました。昨日午後5時現在の病床使用率は 69.8% と 70% を下回りました。重症者は5人で、重症者用の病床使用率は 13.7% となっています。先月の市長選挙で現職を破り初当選した長浜市の浅見市長が今日市役所に初登庁しました。今朝8時10分、おととい5日から任期を迎えた浅見信義市長が市役所に初登庁。およそ300人の職員らが拍手で出迎えました。市政の大改革を訴え初当選した浅見市長は職員らに向けて早速次のように述べました。一つだけ皆さんにお願いがあります。それは仕事そのものについて常に前向きであっていただきたいということです。前例がない、そしてこういう弊害がある、そういうことをいくらでも述べることはできるんです。前向きであると常に新しい知恵が出てきます。その新しい知恵がこの職場を良くし、そしてこの職場のサービスを受ける人たちの幸せにつながるんだろうと思っています。今回初めてですか、お座りになられるの。そうです。ご感想はいかがでしょうか。はい、あ、いや、やっとここに、来たなという実感と、なんかこう皆さんの期待を胸に来てますので、やっぱ身の引き締まる思いがします。その長浜市の新年度予算案が発表されました。新年度の長浜市の当初予算案、一般会計の総額は516億円で、今年度と比べ2億円減額となっています。新市長が就任することから最小限の経費計上にとどめたいわゆる骨格予算で、浅見新市長による具体的な予算編成は市議会の6月定例会で示される見込みです。春先は実は琵琶湖の魚が美味しい季節。この時期限定の料理や新鮮な古魚の販売、イベントなどが人気です。琵琶湖でこの時期、北湖を中心に行われているニゴロブナ漁。産卵期の春が近いため、お腹に卵を持ち、それでいて冷たい水にキュッと身が締まったフナ。ほとんどはフナ寿司に加工されますが、このニゴロブナの魅力を堪能できる料理は他にもあります。琵琶湖博物館にある地域の魚料理を紹介する展示に、今日新たに並べられたのは、漁師や食通の間で除鬼として知られるニゴロブナの一品です。除鬼はニゴロブナのお造りのこと。取材した店では年末から4月初めまで、近江八幡市沖島周辺の漁場で底引き網や小糸網漁で取られたものを使います。除鬼という名前の由来は、小骨の多い身をスライスするとき、
こんな音がするからだとか。身は程よく締まって歯ごたえがあり、上品な甘さが特徴。もともとは漁師のまかない料理で広く知られてはいませんが、その美味しさは格別だといいます。フナの刺身というところで、やっぱりちょっとまだ抵抗感ある人もいるかもしれないんですけど、食べてみれば、その、あ、全然これが本当に淡水魚なのかっていうような、すごい甘みがあって、まあ、美味しいので、その食べた時は、これ本当に淡水魚なのって思ってもらえる、そういう美味しい魚なんじゃないかなと思いますね。ところが、こうした琵琶湖の魚、県が1月に公表したアンケート結果によると、購入したことがないや食べない、数年に1回程度しか食べないが 30% を超えるなど、人気は今一つ、普及が課題とされています。そんな中、守山市では古魚の新たなファン作りのきっかけになればと、地元漁師や主婦グループなどと協力し、直売会を開催しています。開催日は不定期ですが、旬を迎えた若鮎や本モロコなど、その日取れたての季節の魚が用意され、家庭で食べきるのにちょうどいい分量を購入できることなどから、人気が広まっています。先月偶然ここ買い物来た時にやってて、で、まあ、試しに買ってみたら息子がすごく喜んで食べたので、まあ、次いつやるかなと思って待ってて、まあ、今後も機会があれば買いに行きたいですし、広まってほしいなと思います。この直売会は今週土曜日にも守山市の JA 直売所大民地で開催されます。